ジョルジュ・ベルナノスは20世紀フランスの作家、思想家、パリの室内装飾職人の家庭に生まれる。幼少期から青年期にはパイコールドカレー県にあるフレッサンという小さな村で主に過ごす。ブールジュの神学校とエール・シュルラリスのコレージュで学び、1906年にパリ大学へ進む。エドワールド・リモンを信奉し、18歳の時から アクションフランセーズに入団し1908年には、その行動隊であるカムロデュ・ロワに所属し、その首領格として、昼は、共和派の集会を妨害し警官隊と衝突、夜は、果てしない議論に没頭するという生活を送る。活動により、三手刑務所に収監され、その間に書評と論文を書き新聞に投稿し始める。1913年から、応答派の新聞に、 本格的に論説を載せるようになる。1914年に第一次世界大戦が始まると、志願して戦地に赴いている。戦後は生活のために保険会社の調査員となり、パリやムーズ県に今日構え、出張先で小説を書き続けるようになる。1922年から小説を発表し、1926年に悪魔の日の下でにより、大きな反響を呼んだ。 文筆で生活することを決意し、小説執筆の傍ら、アクションフランセーズのために政治に関するエッセイ機構、講演活動を行う。1936年に出版された小説、田舎司祭の日記は諸外国語にも翻訳されるほど、反響及び作家としての地位が確立される。1936年から37年にかけて書かれた政治的エッセイ。 月下の大墓地により、スペイン内戦の際に自分が所属していた、フランス右翼やカトリック教会が取った政策や態度を批判したベルナノスは、この後は論争文や政治的エッセイに集中し、ほとんど小説が書けなくなった。1938年にフランスを去り、ブラジルに渡り、パリがナチスドイツに占領された1940年にバルバセな近郊に農場を買って、 農業と牧畜を始める傍ら、ドコールの自由フランスの呼びかけに応じて、ブラジルの新聞や抵抗組織を通じて、ロンドン、ベイルート、アルジェリアなどの地下新聞に抵抗を鼓舞する劇文を書き始め、リオデジャネイロの放送で幾度も古国のレジスタンスに呼びかけた。1945年のフランス解放後に帰国。1948年3月から病床につき、7月に、 死去、ありがとうございます。